宮崎の未来に残すべき価値ある文化財。今回ご紹介するのは、高鍋町にある旧鈴木雅也別邸の文化財。ここには国登録有形文化財の母屋、土蔵、土塀があります。建築主である鈴木雅也は1861年文久元年に高鍋藩家老の秋月種代の四男として生まれました。東京帝国大学を卒業後、内務省に勤めた後、人物を見込まれ住友本店に入ります。そしてわずか44歳で住友三代総理事となり、以後19年間にわたって住友財閥の全事業を統括し、住友の組織と経営の近代化を成し遂げました。当時本宅のあった神戸市に住んでいた鈴木雅也氏が住友の伊藤義氏に、私が墓参りのために帰省するための家を建ててくれと頼んだことがこの建物の始まりでした。そして新築工事の半ばに雅也氏が帰省して家を見るなり、伊藤義氏にとんでもない立派なものを建てたなと叱ったそうです。しかし残念なことに雅也氏はこの家の完成間近に亡くなったため、後に棺の人となり無言の帰省をすることになったそうです。そんな旧鈴木雅也別邸の建築には1年余りかかり、大正12年に完成しました。その大きさは桁行き21メートル、梁間 18.27 メートル、建築面積は土蔵を含め 219.64 平方メートルあります。木造平屋建て、玄関だけ入りもや造りで、それ以外は寄せ棟造りの三瓦葺きとなっています。外壁は笹子下見張りで、内壁は漆喰壁で仕上げられています。この別邸は大きく4つの部分から構成されています。中央の夜間取りの部分、廊下を介して東側の玄関と水回り部分、西側の蔵とその前室部分、玄関南側の茶室部分の4つで作られています。その旧鈴木雅也別邸母屋は、令和2年8月17日に国登録有形文化財となりました。まず玄関を入ると、来客を迎え入れる四畳半の玄関の間があります。その玄関の南には寄り付きを配した四畳半の茶室が作られています。母屋中央の夜間取りの部分には、8畳二間と6畳二間の4つの和室があります。8畳の座敷には取り込み書院付きの床の間と床脇棚が設けられていて、書院には透かし彫りの見事な板欄間などがあります。6畳間の西側には地袋付きの入り込みと、その横には棚が作られていて、意匠を凝らした丸窓の木石窓をはじめ、板戸には杉の革張りなど高価なものが使用されています。玄関を入り右側には、台所や洗面所をはじめとした水回り部分があります。その作りは豊富な収納と動線を機能的に考えられた平面構成となっています。そして
母屋の北西側にあるのが旧鈴木雅也別邸土蔵。こちらも同様に令和2年8月17日に国登録有形文化財となりました。建築面積は 41.68 平方メートル、木造2階建て、1階北部分のみ鉄筋コンクリート造で、切妻造りの三瓦葺き、外壁は漆喰仕上げとなっています。そして旧鈴木雅也別邸土塀、同じく令和2年8月17日に国登録有形文化財となりました。この土塀は総延長がおよそ40メートルあり、塀の上半分は漆喰塗りの塀と瓦葺きの屋根、下半分は下広がりの乱石積みとなっています。塀の中間部分には門が設けられており、中央の上部には新生閣と書かれた横額があります。この石垣と白壁で作られた土塀が旧武家町の歴史的景観の一部を形作っています。旧鈴木雅也別邸、これは遠い昔を知る上での貴重な資料として、これからも後世に残すべき大切な文化財です。